3C58 は、カシオペア座の方向、天の川銀河内の約1万光年の位置にある、パルサー及び、超新星残骸である。3C58 は、1181年に観測された、超新星 SN1181 で誕生したと、考えられている。その一方で、中性子星の表面温度が30万系以下しかなく、観測された、 中性子星の中で最も低温である。現在の中性子冷却の理論からは800年余りでここまで冷えることは考えられない。そのためいくつかの仮説がある。クォークが裸の状態で存在するクォーク性である可能性が示唆されている。中性子物質からクォーク物質への変換にエネルギーが消費されたため温度が下がったという仮説である。 内部の得意な条件によって大量のニュートリノが放出されることでエネルギーが放出され冷却されているという仮説が立てられている。単に SN1181 とは関連がなくもっと古いという説もある。超新生産骸の膨張速度からは約7100年あるいは5400年という年齢が得られている。ウィキメディアコモンズには 3C58 に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。